あっぱれ張本勲かるた。金子くん超面白いよ。これはハリーポッターだね。張本だからハリーポッターだね。超面白いやつをやってきたね。もう少し聞こうか。張本だからハリーポッターを僕は選んだんですよ、伊集院さんっていう。わかる人にはわかる面白い、面白いやつですけど、伊集院さんいかがですかっていう。勝つは勝つ。メジャーリーガーからサッカー日本代表選手にまで尊敬されている張本勲さんに、世の中のすべての人に勝つを入れてもらうカルタですと。ね、ゴモラさん、ペンネームゴモラさんから、原案をいただいたコーナーです。俺、来週かな、張本さん朝のゲストなんだよね。どんな顔して会えばいいんだよ。痛みが散るお湯と書いて通算灯ってのがあるんだから、生島さんにもらって死ぬほど連投すればいいんだよ。勝つな、勝つ、勝つ。一切体なんか動かしてないんだからさ、藤井七段何も食べなくていいんだよ。勝つ、勝つ。言わねえ。張本さんだよ。ね、一番最初に来たデルヘル城を抱けばいいんだよ。二回もチェンジして最後の三回目でゴリラが来たらどうすんだよ。パーツ。い。日向坂46だっけ。日向坂、い。今、日向坂46にハマってんだけど、新曲の振りが難しすぎるんだよ。昔の歌手はみんな簡単だったよ。こっちのことも考えるべきだよ。勝つ、勝つ、勝つ。なら、朝の番組にゲストにさ、張本さん来た時にさ、上手に勝つのあっぱれ言わしてさ、サンプリングするかな、どっかで。サンプリングして、なんか、だから、金子ディレクターそーっと張本さんに怒られるじゃん。いきなり当たり屋みたいにマイク持ってぶつかって、じじいつって、カーつって言われたやつを取っちゃえばいいんだよ。まだいっぱいありますけどさ、ちょっと時間ねえな。対戦するのはこちらです。あっぱれ張本勲かるた。いやー、今朝張本勲さん会ったばっかりですからね。いい人なんだろうぜ、やっぱり。最終的にすげえいい人っていうね。しかも朝のラジオ毎日聞いてるよっつってた。張本勲さんがカツを入れるカルタですね。そろそろ旧姓中山、あ、アイドル全員まとめて座敷牢に繋ぎ止めとけば恋愛なんてしたくたってできませんよ。最近のね、大人はね、若い子に甘すぎるんですよ。カツ。ペンネームチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。あ、アリだって自分の何倍も大きいものを運んでるでしょ。なんで人間のガーマルチョバが空っぽのカバンをね、あんなに重そうに持つのかわかんないよ。カーツ。ペンネーム原田鈴カステラ。あ、アダルト女優の名前がわからず単語をいろいろ変えて検索しまくってる時間なんてね、無駄すぎるんだよ。素人者っつってもプロなのはお約束でみんな分かってるんだから、出演者の名前を書きなさいよ。勝つだ、勝つ。関口人はそりゃ勝つだねっつって。今日のゲストの池山さんも勝つだっつってた。イエロー軍曹、あ、揚げこまるを食べたてでテレビのリモコンを触るんじゃないよ。勝つ、勝つ、勝つ。ピストルチョコ、あ、アニメに出てくる主人公の周りを飛んで解説してくれる小さいキャラクター、あれ何、あんなもんいないでしょ、いないんでしょ。じゃあ勝つだ、勝つ。そろそろ旧姓中山、あ、アメリカのね、ポルノ映画なんてヘボ AV ですから、
雑なピストンでもギャーギャー騒いで見られたもんじゃないですよ。あっちのエロサイトでも日本の AV が一番人気になるんですから当然ですよ。勝つな勝つ。ペンネームボールペン返して、あ、安藤博樹っていうのこのアナウンサー、私はちゃんと今でも嫁を抱いてますっていうのが顔に出すぎなんだよ。勝つだもん勝つん。ペンネームケイちゃん、石井和久ね、楽天の GM かなんか知らないけど、奥さんの木沢彩子とセックスするときは正常位で正常石井とか言うのかね、言うのか。勝つだよ。おはようゴージャス、椅子からね毎回コロ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 転げ落ちるなんてはね、下半身に力が伝わってない証拠だよ。女にうつつを抜かせないで、分子もっと走り込め、走り込みなさいよ勝つ。ペンネーム釧路ダンディ、う、牛をキャトルミューティレーションされたぐらいで騒ぐんじゃないよ。私らの世代はね、牛に捕まって宇宙船まで乗り込んでね、リトルグレーをバットでぶん殴って山ほど子牛を取り返してきたもんですよ。勝つだ勝つ。ペンネームタチヒロシ、ウェイトトレーニングばっかして走り込みが足りないから勝てないんだよ、日本のボディービルダーは。勝つ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 。ペンネームイエロー軍曹、え、AV に童貞って言って出てくる男があんなちょうどいいタイミングで感謝できるわけないだろ。プロだよプロ。勝つ。ボールペン返して、え、AV 女優のサイン会に特大サイズの駄菓子をプレゼントするような輩は自分でユーモアのセンスがあると思い込んでいるクズですよ。張本さん詳しいな、いろんな人。大自然守る、エーター、この人苗字ないの、捨てたの。勝つ勝つ。ペンネームマーチブラウン、おかずなんて必要ないんですよ、私たちの頃は木に掘った女って漢字で抜いたんですよ、何でもかんでも甘やかすからイマジネーションが育たないんですよ。勝つ。もうラスト、ケイちゃん、俺が寝てる間に毎晩寝床にしょんべん巻き散らしてくやつ誰だ。今日はやばいわ、今日はやばい。どっちが勝ったか、投票です。メールの件名に、劇場版が勝ったら劇場版、あっぱれ張本勲なら張本って書いて送ってください。で、CM の間にバーッと送ってください。張本勲さんに世の中のいろんなことについて勝つを入れてもらおうというテーマの、あっぱれ張本勲カルタ。ね、先週デビューして今週は家業ですね。なんかね、二通りあるね。番組見てんだなっていう人は、張本さんの口調の再現性がすごい高い。ね。意外に、怒ってるけど、丁寧語だよね、あの人ってね。怒ってんだけど、丁寧に喋ってるとか、まあ、入ってきますね。で、対する予選ブロックから登場のカルタはデビュー戦ですね。いつかの自分にしたためる手紙が、テーマになります。手紙、背景、いつかの俺へカルタですね。あ行。さあ、それで行きますかね。まずはこちらからです。あっぱれ張本勲カルタ。ペンネーム花トレインか。カモン達夫っていうのこの人。歌詞をちゃんと覚えてから歌いなさいよ。ちょっとずつ違ってんだよ。勝つだ勝つ。ペンネームイエロー軍曹か。勝屋で無銭飲食を捕まった
カツ屋で無銭飲食して捕まった奴に、取り調べ室でカツ丼を食わせるバカがいるかで、カツだ、カツってどうですか、どうですか、とてもいいんです、僕は。僕はこれがとても好きなんです。ペンネーム。今のがペンネームイエロー軍曹。で、続いてがペンネーム原田鈴カステラか。カバがあんなに恐ろしい動物だと思いませんでしたよ。大あくびして頭に小鳥乗っけてるイメージでしょものすごい勢いで突進してきたから、避けらんなくて、あばらが折れましたよ。絵本にカツだ、カツ。張本さんの中では、カバはのんきな。で、こう、逆立ちした上に、頭の上に小鳥が止まってるっていう、ああいう動物だと思ってるわけですよね。猛突進してくると思ってないから。トタケケ。か。ガウ攻撃空母とゲルググを抱き合わせで売るような店は潰れたらいいんだよ久々にガウ攻撃空母って言葉聞いたな。ホワイトベースとドムとかも嫌だったね、なんかね。あの、スケールの違うやつ。を組み合わせにされるとすごい、俺はボールがすげえ好きだったからボールはいくらあってもよかったんだけど、うん、ペンネームマテールパンか。金田正一は国鉄時代の方が長いんだから巨人の OB なんて名乗っちゃいかんのですよ。東映フライヤーズとジャイアンツと、うん、ハニモさんはいろんなことに精通してんなっていうのはペンネームボールペン返してか。カメラ目線の AV で、地上役の AV 女優がカンペ確認するために、一瞬画面の外に視線外したりするでしょう。あれは気持ちが冷めるんですよ。勝つだ、勝つ。たまにさ、本当にさ、カンペがよく見えないのか、字が細かいのか、その、視力の問題なのかわかんないんだけど、眉間にシワ寄せでちょっとちゃんと見る人いるでしょ、ちゃんと。なんかわかんないけど、少し感じてるふりとかでなんとかごまかせねえのかと思うんだけれども、ねえ。なんかその、旦那より、すごいみたいな。一旦何そのトーンみたいなね。うん。あ、いいな、張本さんらしいです。スズムシ食べたか。カーディガン羽織ってエアコンの設定温度を上げてもらおうとしてる女なんて生姜糖を飲まして走り込みさせりゃ温まるんですよ。勝つな勝つ。小雪みてえな感じのおばあんだよな。小雪みてえな感じのおばさんがカーテン薄いカーテンでちょっと寒くないなんて分厚いよユッケ来てヤッケ来てこうヤッケみたいなやつ。それで、生姜糖を飲ませて走らせるっていう。うん。スズムシ食べた。か、会議でね、アジェンダなの、アジェンダだの、スキームだの、意識高い系ワードを多用するやからもね、筒号がケツバットしたら、アウチなんて言わないでしょ？普通に痛いって言いますからね。結局アメリカの真似なんてしてダメなんですよ。勝つ勝つだアウチペンネーム BJ サトル。カリブとマラ太郎なんてラジオネームじゃねえ。いつまで経ってもアイドル声優のラジオで採用なんかされませんよ。ちゃんとカリブとマライアみたいに隠さなきゃダメだ。自分で隠した上で、うわ、今俺の罠にはまってカリブとって言ったって言わなきゃダメだ。ペンネーム七助か。カーナビに頼りすぎなんですよ。最近じゃタクシーの運転手さんもカーナビ使ってるでしょ。私たちの時代はね、人差し指を舐めて風が来る方向に進んだら大体目的地に着いたもんですよ。勝つだ勝つ、うん、普通のカレーエビか。硬いうんこの後吹かなくていい。髪の無駄遣いだよ。ペンネーム、そろそろ旧姓中山、九州のスタジオにおる私がね、バーチャルで東京のスタジオに現れるのはすごいことですけどね、不公平だよね。唐橋由美の映像をこっちにバーチャルで出さないと。私の契約には、
唐橋由美を特等席で見られる権利ってのが入ってんだから。勝つだ勝つ。ペンネム三丁。京本政樹が柳沢慎吾のノリにいまいちついていけてないの、なんでスタッフは気づかないの。見てるな、火曜サプライズ。すげえ仲良しってことにはなってるものの、それほど暴走してる時の柳沢慎吾さんについてってるかっていうとそうじゃないっていうこと。ハリさんはお見通しですよね。ペンネーム、ボールペン返して、靴を東京靴流通センターで買っている童貞にベスパに乗る資格なんてありゃしませんよ。なんですかね、なんで思ったんですかね、そんなに怒るほど。ペンネーム人禄さんの宴、くまモンとか言うの、くまモンっていうの、彼はいつもヘラヘラしてるよね。流れ星銀を読んで熊の怖さ強さってものをもっと学んだ方がいいんじゃないの。勝つだ。田中袋、クロックス履いてヨレヨレのスウェット着て地元のツタヤをうろうろしてるような無防備な女が一番興奮するんだから。アンアンはね、もうちょっとそういう特集をしていかないと。勝つだよ、勝つ。クロックスを履いてヨレヨレのスウェットを着て地元のツタヤをうろついてるような無防備な女が一番興奮するんだから。なんかわかるな。ベニヤウンコ、クララが歩けないのは甘えなんですよ。髪を金髪に染めてあんなに長く伸ばすなんて論外だよ。ちゃんと髪を黒に戻して坊主頭にして毎日走り込みを続けていればすぐに立てますよ。でもクララの場合はもう治ってるのに立てなかったんだから、張本さんの言ってることが合ってるんですよ。そういうことでしょ、甘えなんだよ甘え。走り込みすぎればすぐ立てるようになるんだよ。山特に鍛えられるから、山を走り込みすぎればすぐに立てる。ペンネーム軍手のイボ対ロシア女、鎖片びらを女戦士に装備させて鎖の隙間から乳首が出てるのを想像してたのに、公式サイトでイラストを見たらインナー着とりましたよ。スーファミ時代ね、特にスーファミ時代だよね。今のこうフルグラフィックの感じだとこういう感じになんないけど、もう装備が鎖片びらって書いて女戦士ってだけで、わー乳首出てるわーって思ってたんですよ。公式ガイドブックのイラスト見たらインナー着とるんですよ。チンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。ケンタウロスっているでしょ。あれってのはね、人と馬の二刀流ですよ。どっちかに集中しないとどっちつかずになりますよ。だから人ね、人っていうのにこうきちんと集中してウサインボルトより速くなるか、馬っていうのに集中してなんかその馬よりも速くなるかしないとどっちつかずになっちゃうんだから。大自然守るっけ、軽自動車の中でトロンボーンを吹くんじゃないよ。ドライバーの後頭部に当たるだろう。ガンガン勝つな。ペンネームボールペン返して、こご当地キティちゃんを集めている数以外に取り柄のない家事手伝いとカーセックスするんなら、せめて少年野球の練習をしてない河川敷に行きなさいよ。なんでちょっと野球はやかいのかな。マリさん、勝つ勝つ勝つ。大自然守る子、ゴンギツネのラスト悲しすぎだよ。勝つだよ、勝つ勝つ。ゴン、お前だったのか。
ペンネーム遊び疲れたカラスの群れはとてもいびつに羽をたたんだ。誇張しすぎた草間弥生みたいな学食のおばちゃんにおちんちんを触らせて唐揚げを一個多くしてもらう。今の高校球児にはこういうハングリー精神が足らないんですよ。時代といえばそれまでですけども、勝つだ勝つ。うん。にえうごやっぱ行こう。古民家を改装したおしゃれカフェに勝つだよ。なんで古民家でキリマンジャロコーヒーとニューヨークレアチーズケーキが出てくるんですか。おかしいでしょ。ドブロクに麦味噌でしょ。古民家は店主もさ、なんだか頭の内側刈り上げたショートカットの女だし、古民家なら手が赤切れた村のこと以外何にも知らない、全てを諦めたような表情の老婆でしょうに。勝つだ。ラスト、ペンネームベニーも、この番組に出とるせいでプリキュアが見られない。勝つだ勝つ。プリキュア見てあのコーナーを録画してる人ってどれぐらいいるのかな。あとその逆その逆。あ、でもなんか俺が好きなのはプリキュアを見てハリさんの方を録画した後で見る人の方が好きかな。まあまあハリさん今週も怒ってますね。さあ、じゃあ今週の対戦カード、まずは現在勝ち抜き中のこちらです。張本勲さんに世の中のいろんなことについて勝つを入れてもらおうというテーマのあっぱれ張本勲カルタ。野球解説者としておなじみなんですけども、いろんなことに勝つを入れるらしいってことは最近わかりましたね。あと最近わかった事実は、張本勲さんのお嬢さんは張本さんそっくりです。すごいすごいいい人です。あの、マネージャーさん的なことをやってるんですけども、もうとてもいい人です。あっぱれ張本勲カルタ、今週は作業ですね。対する予選ブロックから登場のチャレンジャーのカルタです。ほらほら、なん、あ、もうあれだよ、ほらあれ、ほら最近全然出てこないんだよ。あの、喉まで出かかってんだけど、ほらほらほら、あのほら。で、この後ひねり出される雑なヒント、雑なヒントがテーマの、ど忘れうろ覚えカルタ。結構間空きましたけど、もう野行ですね。九州ぶりの登場で、野行、野遊よのみなんで、結構難しいところに差し掛かっています。ほんで行きましょう。じゃあ今週こちらから。あっぱれ張本勲カルタ。ペンネームコーヒー飲みたお。コーヒーが飲みたい、飲みたくなるように親が名付けたんだろうね。コーヒー飲みたおという名前にね。男の子で。男の子でね。あっぱれ張本勲カルタさ。サルカニ合戦のサルね。柿の投げ方が悪いからね、回転が汚いんですよ。カニが取れなくて怪我するのも無理ないですよ。こんなんじゃセカンドなんか守らせられませんよ。勝つな、勝つ。そうなんですよ。きちんとした送球、セカンド取ってショートに投げる、ショートが次投げやすいところに送球できないと、セカンドなんか守らせられないですからね。ペンネーム、ツポレフ小田原さ、最近はね、刀とか、軍艦とかの擬人化、そんなものをしてる暇があったら、迷宮帰りした選手を擬人化なさいよ。私のことはね、金田とか江夏より可愛い女の子として書きなさいよ。そんだけの活躍はしとるんだから。勝つだよ、勝つ。カンコレ的なね。野球パンでしょ、野球パン。野球パンの張本ちゃんでしょ。張本勲子ちゃんです。俺、張本さんのお嬢さんしか今浮かばねえけど。ペンネームのこささ、三四郎の漫才ね。
三四郎の漫才で最後にね、終わりでーすなんつってだらしなく終わってますけどね、あれは勝つですよ。さよならホームラン打って審判が終わりでーすなんつって終わったら盛り上がらないでしょうよ。勝つ勝つ。詳しい。張本さん詳しい、いろんなジャンルに。ペンネームチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。あっぱれ張本伊佐岡るたさ。サブスプリクションっていうの？サブスプリクションっていうの？定額制のやつ。我々の頃はね、ウィニーとか使って、音楽とか動画とか撮ったもんですよ。日々ね、ウイルスとの戦いでしたよ。今の若い連中は甘やかされてるね。勝つだ、勝つ。ウィニーって久々聞いたね。ウィニー、ウィニーあったなぁ。ペンネーム形状記憶老人さ、散々擦られたダメ男あるあるを若者顔で語るグラビアアイドルと、さんまさん相手によく頑張ったなんて根拠なしの励ましリプライを送るファンね。これが勝つじゃなくて何が勝つですか。張本さん、張本さん、さんま御殿を見てるだけじゃなくて、そこに出てるこいつ誰だっていうアイドルのツイッターとかも見てるってことだよね。どっかで聞いたようなダメ男話を、なんかわかんないけど、もう爪痕残してっていう感じで、さすがご意見番だよね。野球界スポーツ界ぐらいまでだと思ったらここ行ってんだ。ペンネームボールペン返して、桜麻也も、桜麻也のマネージャーも5年前からブログを更新してないんですよ。中5年って当番間隔空けすぎでしょ。ペンネーム曲げ曲げさ、最近似てる有名人の欄にゴルフの渋野日向子と書いてるデリヘル嬢はね、実際読んでみるとまず気の利かないややブスがヘラヘラしてるだけなんですから。プロフィール更新するよりも技術を磨きなさいよ。勝つだよ勝つなんつって。じゃああれ、おやつにはタラタラしてんじゃねえの食ったり、食べません。食べねえのかお前みたいな。暴論がいいんだよな、この花トレインさん。所詮ね、テレビなんてものはね、猿をエアガンで撃退する土産物屋のババアたちの映像と万引き G メンの特集だけ流しとりゃいいんですよ。野球もなくていいの。日光の土産物屋のババアの噴泉機と。ペンネームボールペン返して、女性誌の付録にこそバットやグローブをつけるべきなんです。裾野から野球を盛り上げていかなきゃ。第一、そんなにトートバッグが欲しいなら万引きでも売春でもすりゃいいんです。勝つだ勝つ。炎上するよね、関口さんに呆れ顔でまたこの人言ってるよっつって。ペンネーム曲げ曲げし、週一って裏番組やってますけど、そもそも何が週一なのかよくわかりませんね。中山秀幸が今でも嫁を抱くのが週一だって言うんなら、ちゃんとそう書きなさいよ。ペンネームあの日知恵熱が出たんだ、あっぱれ張本伊佐岡るた。シルバニアファミリーはね、みんな顔では笑ってますけどね、腹の中では自分以外全員狼に食われちまえって思ってますよ。そうじゃなかったらね、厳しい生存交渉競争に勝っていけませんからね。むしろそう思ってないんなら勝つだ。張本様、チーム仲良くとかプロはクソくらいだっていう考え方ですから、
ね。その、銭を稼ぐためには、そこ生存競争だと思ってるわけですからね。軍手のイボ対ロシア女。スターウォーズのダースベイダーね、呼吸乱れすぎなんだよね。走り込みをして、基礎体力から作り直しなさいよ。ピストルチョコ。ペンネームピストルチョコ。スタンピーを肛門に直スタンプしても、うんちが直接お花畑の匂いにはなりませんよ。誰に誰に勝つな勝つなうん、ベニーモ。ペンネームベニーモ。先日、ガストで、バービー人形とリカちゃん人形で空想ホームラン競争をやって一人遊んでおったんですが、リカはね、足が細すぎるんですよ。これじゃあバービーには勝てませんよ。日本を代表しとるんだから、もっと走り込んで、足腰をしっかり鍛えなさい。勝つだ。ペンネームチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。セブンルールの二つ目に、朝ごはんを毎日食べるを出したら、もうあとは何もないでしょうが。もうセブンルール見逃さなくなっちゃったな。本当になんかね、家族と喋るだって、家族とたくさん喋るだって、ね、三つ目でもうないよ、もうないよ、四つ目以降ね。ペンネーム、キャンディーウォーホール。セルジオエチゴはね、若者に厳しすぎなんですよ。本来昔とは環境だってスポーツそのものだって変わってきてるのに、いつまでも自分らの頃と比べるなんてのはね、ナンセンスなんですよ。そんな時代遅れの堅物がね、老害って言われるんですよ。勝つだ。えっつって、唐橋さんがえっつって、ペンネーム遊び疲れたカラスの群れはとても歪に羽を畳んだ。長い長いペンネームね。ペンネームカラス。それなりにお金は稼いだけど、本当に欲しいものはこの街では手に入らなかったわと言って寂しそうに笑うヘルス嬢相手に、ところで話は変わるんだけどプラス3000円で本番させてくんねえかなと切り返す男ね。そういったズーズーしさがないと国際舞台じゃ勝てませんよ。黄昏れてる嬢相手にね。ところで話は変わるんだけどプラス3000円で本番させてくんないから、お店には署内でお願いします。チンチンを剥き出しながらね、じゃあよろしいですかって言えるようなやつじゃないと国際舞台じゃ勝てないんですよ。ペンネームゼリー大好き。総理大臣が風下にいるんだから、風上で信玄餅を開封するんじゃないよ。どういう状況にハリさんいるんだよ、それは。ラスト。ペンネームマーチブラウン、ソロキャンプとかなんとか言って流行に乗っかって、孤独を気取ってるバカがいますけどね。どうせスマホで夜通しエロ動画見てるに決まっとるんですよ。モバイルバッテリーも繋げてね。本当は1秒でも早く帰ってしこりたいんですよ。そんなもんには勝つな、勝つ。いやー、ハリさん怒ってんなーと、すげーいろんな分野に精通してるね。さすがハリさんですよ。あっぱれ張本勲かるた。今日なんか未確認情報なんですけど、自分のツイッターに相撲の末席に張本さんいるっていうツイッター来てましたけど、どうですかね。未確認、まだ分かりま、言っても全然おかしく
なくて、いたのかっていうほどでもないのでね、私も別に調べもしませんでしたけども、じゃあ言うなよなんですけどね。た、そろそろ旧姓中山。た、タケノコの里とキノコの山とね、どっちがいいかってね、タケノコの里は見ると自分の方形おちんちんみたいで気分が悪いし、キノコの山は他人様の立派なおちんちんみたいで気分が悪いんだよ。どっちも勝つだ、勝つ。どっちも勝つだ。ペンネームゼリー大好き。た、食べみかこは可愛いけどね、食べみかこ2の女性は大体微妙。勝つだよね。見てんなぁ。食べみかこ出てきたとき、正直俺アウト判定だったんだけど、だ、まあ、なんか、スカウトの人ってすごいんだなっていう、別に、どんどん、アウト判、俺だけがダメ？俺最初食べみかこ出てきたときに、結構な、な、デカワンコだっけ？なんかやってたよ、そんな。あの頃、あのちょっと手前ぐらい、俺だけアウト判定って、いや、アウトって言い方は何かもしれませんけども、なんで今多分あの頃の写真かっこ妖体って書いてあるはずだと思うんですよ。いわゆるその浮かした後のことを俺想像してなかったから、あそこで完成だとするとちょっとなって思ってたんだけど、まあ張本さんはちゃんと見てますからね。食べみかこは可愛いけどね、食べみかこ2の女性は大体微妙。勝つ勝つ。ペンネームボールペン返して、た、旅サラダガールズのプロフィール、旅サラダガールズでもうお前の勝ちだよ。もう張本さんに旅サラダガールズについて語らせたところでほぼお前の勝ちだよ。もう旅サラダガールズのプロフィールと意気込みを番組ホームページで読んでみたんですがね、自分自身が楽しんでますとか、海外に移籍したサッカー選手が言いそうな5タグばっかり並べて、どうしようもないもんですよ。もっと、血尿が出るまでバットを振りますというような気合の入った旅サラダガールズは、おらんもんかね。勝つだ、勝つ。旅サラダガールズ、張本さんの、なん、そ、なん、博識ぶりですよね。ペンネームムムッチュフジ、たかがブラウザがフィッシングサイトの警告出したぐらいでね、躊躇するんだったらアダルトサイトなんて閲覧する権利ないんですよ。フィッシングだのマルウェアだのランサムウェアだの知ったこっちゃありませんよ。こっちはね、危なそうなサイト用に一台サブノート PC を用意してるからね。危険なとこに行くときには独立させた一つで言ってますから、これはこっち側は分かってますから、そんなことはねえ。勝つだ、ね、ペンネーム大自然守る、た、タガメみたいな顔してるくせにこじゃれたカフェで豆のカレーなんか食べてるんじゃない？タガメみたいな顔してるくせに、こじゃれたカフェで豆のカレーなんぞ食べてるんじゃありませんよ。カツだ、カツ。ペンネームベニーモ、竹井恵美の尻がハズキルーペを粉々にできないのは足腰が弱いんですよ。走り込みをしなさい、もっと。勝つだ、勝つ。ね、にえ、にえ500杯。張本さんですからね。サンデーモーニングですからね。サンデーモーニングで言ってんですからね、これね。高ぶりすぎた女優がよくわかんないオリジナルの隠語をぶち込んでくる。高ぶりすぎた女優がよくわかんないオリジナルの隠語をぶち込んでくる隠語ものに勝つですよ。私ね、関口さん、隠語ものが好きでよく見るんですけどね、たまにいるんですよ。もうエロいのか何なのかよくわからない隠語を叫ぶ女優が、ガッツは買います。
ガッツは買いますけどね、お酢汁ちょうだいって何ですか？お酢汁ちょうだいって何ですか？そんなことやるでも興奮なんかしやしませんよ。そんなことは考えてる暇あったらね、丼飯書き込んで体を大きくするのが先なんですよ。カツです、カツ。お酢汁ちょうだいじゃないよ。なんかさ、あの、隠語物でさ、もう、言ってる、もう、ハリさん言ってることすごいよくわかるのはさ、もう男社会の言葉を発する女いるじゃん。全然違うよね。あれをやって、お、で、しかもそれも、お酢汁ちょうだいはどこでも言ってねえから。あんなね、な、もう、こういうことなんですよ。ただ、卑猥な言葉をいいっていうことじゃないっていうのをハリさんはおっしゃってるんですよ。関口さんに熱弁してるんですよ、ね、関口さん。私、隠語物が好きでよく見るんですけどね。いいっつうの。ペンネーム、昨日から捻挫、武田鉄矢ね。あんなにはっきりトラックの進路不正だら、コリジョンルールでセーフになりますよ。勝つだ、勝つ。ペンネーム、風前のやつがし、タカラトミーはね、そろそろお尻に入れても痛くないチョロキューを出すべきなんですよ。それをしないとね、いつまで経っても日本から肛門かなんかなくなりゃしませんよ。そんないないですよ、別に。ペンネーム、代打宮本、ちつけいれんなんてのはね、毒ダミ茶でも飲ませて、ママレモンでもぶっかけときゃ抜けるんです。出た、暴論。自分のあまり知らないジャンルへの暴論ね。救急車なんて呼ぶやつは勝つだよ、勝つ。クワバタリエオ、ペンネーム、クワバタリエオ。あっぱれ、張本勲からと。チョコレートプラネットはね、売れ方がなっとらんのですよ。ストレートはいいもん持っとるんだから、変化球で逃げてばっかりいると、今に痛い目見ますよ。勝つだな。勝つ。お笑いにも精通している。もともと持っているコントの、もうレベルがすげえ高いっていう。コントの作品性がすごい高いのにもかかわらず、一個で売れちゃうことに対する嘆きですよね。そして TT 兄弟に展開していることに対する、張本さんの愛の勝つですよね。すげえ詳しいけど。ペンネーム、ボールペン返して。チキンラーメンのアレンジレシピはね、どいつもこいつも貧乏臭いんですよ。わかるわー。もう試しにチキンラーメンアレンジレシピで一度検索かけてみるとわかるわ。あのさ、チキンラーメンってアレンジすればするほど悲しくない？なんかその感じがすごいです。チキンラーメンはチキンラーメンのまんまが一番いいじゃん。一番いいもんだし、あれに対して何かこうミルクチキンラーメンリゾット風みたいなの作った段階でなぜだろう、涙が止まらないよ。チキンラーメンを4畳半で食ってても全然たくましさしか残らないけども、あそこになんかとろけるチーズを入れちゃったりとかしてるところでなんだかわかんないよ。もう張本さんのおっしゃってる通りですよ。てか俺が選んでっかんね、ある意味。それも最終的には奇跡ってすごいなっていうか、なんかあの深夜ビバ深夜放送っていうネタを続けて読んでいいですか。ラジオネーム、釧路ダンディ、ちくわと一緒に鉄アレイを投げつけるなんてね、どんな師匠ですか。怪我でもさせたら責任問題ですよ。勝つだ、勝つ。ベニヤうんこ、父親が息子に向けてちくわと鉄アレイを一緒に投げる行為はね、修行ではなくて虐待ですよ。ファミコンの服部くんよりですよ。同じ人が、違う人が、同じ日に、ファミコンの服部くんを取り上げてるんですよ。令和に。令和にですよ。ペンネーム、大自然守る。
ちゃい頃からお母さんがやってるスナックで洗い物とかよく手伝って、自分たち常連客にも可愛がられてた看板娘が成長していい人との縁談が決まった時、そういう時にしか男は涙を見せちゃいかんのですよ。打たれてマウンドで泣くなんてもってのほかです。張本さんの世界観。ちっちゃい頃からお母さんがやっているスナックで洗い物とか手伝って、自分たち常連客にも可愛がられていた看板娘が成長して良い人との縁談が決まった時のみですよ、泣いてる。で、どんな酔っ払いの下品な客も、この子が洗い物してる時にはエッチなこととか言わないっていう決まりがある。そういう感じですよね。大自然守る。遅刻しそうな女性が近道しようとして壁の穴をくぐったらちょうどハマっちゃって通りがかりの人にやられちゃう AV ってありますよね。ありますよね。あんの。あんの。これファンザでまだはっきりとジャンル分けされてないから検索が難しいんだよ。数だ数あんの。遅刻しそうな女性が壁の穴を通り抜けようとしてすっぽりハマっちゃったところをやられちゃうって AV なの。ジャンルなんだよ本当に。ジャンルがもうわかんないよ。ペンネーム電動コケティッシュ。チュールホチーでちょっかー。でもねー、ティッシュぐちゃぐちゃにしたよねー。3085本目を打った時のスパイクの中でチーチーしちゃったでちょー。カチューでちゅー。猫飼ってんだ。アリさん猫飼ってんだ。猫にカツ与える時優しい。すげえ優しい。全然怒んねえ。ペンネームボールペン返して、疲れマラ状態の時に、ミラクルヒカルが昔出したセクシー DVD をアマゾンでポチったんですがね、いざ商品が届いた時には、全然チンチンがピクリともせんのですよ。ミラクルヒカルに勝つな。ペンネーム釧路ダンディって、テリーマンね、新幹線なんか止めなくても、子犬を拾い上げたら問題なかったんじゃないの。ダメですよ。決勝トーナメントをずる休みするために、いろいろやっちゃ。勝つな。ペンネームボールペン返して、テレ放題の時間外に、ドリームキャストをインターネットにつなげて、ファンタシースターオンラインをやってたんですがね。電話代が軽く10万を突破ですよ。黎明期のパソコン好きな人なのかな。なんかその張本さんの感じ。ペネム岩田エフィサブロと富樫義弘、ハンターハンターが連載再開、ありがたがってる場合じゃないですよ。しょっちゅう休むのはね、春のキャンプで1年間戦える体作りができてない証拠なんですよ。ペンネームイエロー軍曹と、トルコあたりに自分探しの旅に行く女は、帰国後下北沢周辺で古着屋とかアンティークショップをオープンするものの、結局経営なんかうまくいかなくて水商売に流れるに決まったのですよ。偏見なんだよ。はい、まず偏見なんだよ。ペンネームサンチョと、当のナギコが、バラ色ダンディで、スタッフの思惑通りに、ニュースに切れてる感じ、嫌いなんですよ。勝つ勝つ勝つ。張本さんの切れてる感じは棚に上がっちゃう感じは僕は好きですけどね。いいよ、いい感じで炎上しそうな、花トレインと、トランポリンなんてもんはね、どうせ2階に干してある下着を取るための道具でしょう。そんなものを私はスポーツとは認めないんです。勝つです勝つ。
桃口山江と豆苗を育ててる女って同じ顔だった偏見がすごい。豆苗を育ててる女だってみんな同じ顔だ。勝つなって、ハリスさんすげえなー。あっぱれ張本勲カルタ。このコーナーで張本さんがいろんなことに精通してるっていうのが今評判なんですけどね。ペンネームイエロー軍曹、あっぱれ張本勲カルタ。なんなんですかあの番組は。東京フレンドパークっていうの？ゲームを楽しんでるタレントさんはいいけど、それを見せられてる視聴者はね、大して面白くはないよ。司会の顔を見てみたいよ。勝つだよ勝つ。ついに関口さんに勝つ入れちゃったっていう目の前の、ペンネーム山吹。何でもかんでもね、素人者って名前つけて AV を出しゃいいってもんじゃないんだよ。素人じゃないってのはもう分かってんだよ。せっかく女優が気に入ったのに、素人っていう体裁だから女優名が記載されてない他の作品の検索ができないんだよ。そんな中でファンザのユーザーレビューの欄で女優名をバラしてる人、逆にね、あっぱれあげたいよあれは元も子もないっていう考え方じゃないんだ。もうどの道こんな綺麗な人ですぐに撮影応じてくれる人なんて素人じゃないんだからっていう、もうそれ織り込んで見てんだから、そこと頼むよっていうすごいわかりますよハリさんもわかっててくれてるね。ペンネーム風前の八つ橋。なぎのおいとまのなぎの髪型ね、なぎのおいとまのなぎの髪型はね、黒木春がやるから可愛いけど、ブスがやったらブドウ棚くぐるときに木に引っかかるだけですよ山梨のブス本人も見てるこっちも悲しくなるからやらないのが一番ですよブドウ農家のペンネームソフィーと双子の姉妹。何の工夫もない食べ残しみたいなまずそうな食事をね、毎日インスタに上げとるアイドルおるでしょ。あんなのはね、早く有吉に反省しろって言われたくて無理やりやっとるんですよ。どうせ今頃料理ベタエピソードをマネージャーと作り込んでるところですよ大名犬のシェフみたいなギラギラのマネージャーとね勝つ勝つだよ勝つだ、うん、もうそういう世の中になってきましたか。これは反省会に、有吉反省会に出るためのっていうね、日々積み重ねだよっていう感じのね、なんかこと、だからさ、なんかお部屋のことをことさら公開してるさ、なんかこう毒も崩れみたいなやつのブログとかあるんだよね。ああいうの見るとさ、お部屋のことを自覚しちゃってんの変じゃん。なんかお部屋だってこんな恥ずかしいお部屋がってなってる時点でもうブログなんか上げるはずないじゃんか。あれ有吉反省会狙いと見て間違いないよね。大名犬のシェフみたいなギラギラのマネージャーと一緒にお部屋エピソード今作ってんに決まってんだよね。ペンネーム軍手のイボ対ロシア女。あっぱれ張本勲カルタ。なめろうをね、なめろうをね、君にする妖怪だと思ってる若者多すぎるよもっと若い人は日本の伝統的な文化を学びなさいよ勝つ勝つ、うん、ペンネームツポレフ小田原。わ、これ狙われてんな俺。七つもルール考えてバカじゃなかろうかともう未だにセブンルールブーム僕終わってないですからね。大体ルールなんてね、きちんと走り込みをするだけでいいんですよ。7個中5個が走り込み、あとの2個は素振り
こないだなんかね、週に3回チャーハンを食べる、そんなものはルールにしなくていいんですよ。こりゃカツだよ、カツ。これね、狙われたなと思ったのは、ついこの間オンエアされたやつが、なんか、離島のナースみたいな人で、その人のもう2番目か3番目かのルールが、夕飯は週に3回チャーハンって言って。だいぶ、でもなんかやっぱりツボなんだよね。ペンネームグドンナグドンな、ナンパものの AV でね、友達と待ち合わせ中の女の子をインタビューと称してマジックミラーに連れ込むやつあるでしょ。待たされとる女の子の友達のことが気になって抜きに集中できないんですよ。優しい。勝つだよ、勝つ。ならもうすごい始まって熱中して、お前熱中しちゃってきて、ちょっと待てと。入りのところで、今何してんの？友達と待ち合わせ中ですっていう会話があったよね。どうすんのと。その子、お前が今そんなアヘ顔さらしてる間に、アヘ顔さらしてる間にってなんだよ。ねえ、こう今待ってんじゃねえのってことですよね。うん。ペンネーム終電まんじ。泣く泣く、今井メロが出したグラビア DVD22 本すべてを売りに出したのに、値段がついたのはわずか1本で、それも50円でしたよ。いやね、僕の気持ちはどうでもいいんですよ。でもね、彼女の頑張りが50円っていうのはね、勝つですよ、勝つ。ペンネーム汚い手でいじりました。な、ナゴンのみゆきが。最新を抑えてるね。ハリスさんは最新を抑えてるよね。ナゴンのみゆきがアメトークで出演時にあえて履いていたサンダルと同じものを普通に職場で履いている中年サラリーマンはね、出世できるわけなんかないんですよ。勝つだよ、勝つ。いいな、ハリさんはもうジャンルが広い。ペンネーム御年16歳な、中森明菜さんね、あれじゃ外野も二遊間も守れませんよ。野手の間にフライが飛んだ時どうしますか。蚊の鳴くような声で、オーライオーライって言ったってね、この後いいんだよ、飛び込んできた境村にぶっ飛ばされますよ。御年16歳、16歳なのかな、16歳だとするともう歴史書を見ないと。丸山球場で吉村と往来がかかんなくて、中間の打球をね、吉村にもう境村がぶっ込んじゃって、まあほんと大変なことになっちゃったんですから、普段の練習から声出さないとダメだ、勝つって怒ってますわ。ペンネーム焼きうどんな、ナポリタンにね、粉チーズを大量にかける女は実家が貧乏なんですよ。ハリさんといえば決めつけだからね。ハリさん決めつけですからね。でもちょっとわかんだよね、あれを。あのさ、たまにさ、ファミレスとかでもさ、ロイホとかのさ、ちょっといいファミレスってさ、チーズストップって言ってくれ制度あるじゃん。なんかあのサラダとかの上にチーズするからストップっつってくれってあるじゃん。あれやっぱり俺の心底にある貧乏臭さが、ずっと止めなければすごい量チーズもらえんだっていう感じになるから、ちょっとわかるね。ペンネームスズムシ食べた、まだなじゃねえか、面白すぎる。奈良山武士校のババアは、奈良山武士校のババアはね、走り込みをサボっとるんですよ。山に置き去りにされてから走り込みの重要性に気づいてもね、そんなものは遅いんですよ。勝つだ。ペンネームチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。に、人気 YouTuber を地上波テレビに出したところでね、そんなものに食いつく層は後で違法アップロードされた YouTube で見るに決まってるんだから、大して数字は上がりゃしませんよ。確かに、地上波では地上波でしかできないことをしなきゃダメですよ。勝つな、つって。ハリさん、見識広いわ、ほんとそうだよね。絶対見ようっていう人は YouTube で見るもんね、そしたらね。ペンネームゼリー大好き。
ニュートンはね、リンゴが落ちるのをボケっと見てないで、早く落下点に入らなきゃダメですよ。たとえ間に合わなくても素早く補給すれば、それだけランナーの進塁を防げるんですから。勝つな。軍手のイボ対ロシア女に、西島海ちゃん知ってますか？アイドルマスターシンデレラガールズに登場するアイドルちゃんなんですかね。彼女はいい。水泳をやってただけあってね、水着のような衣装が多いんだけどね、しっかり鍛えられてるから健康的なエロスなんですよ。そんな彼女の SSR が新登場したってんですから、私はガチャをぶん回しますよ。そしたらね、9万円使いました。9万円ふざけてんのかと、私の彼女への愛はその程度だって言うのかと、私に勝つだ。これどっちなのよ。9万円しか使わなかった勝つなのか、9万円まで引けなかったの愛が足りないとしてとかわかんないんだけど、ただね、手広い。アイドルマスターシンデレラガールズ、アイマスにも手出してるからね。ペンネームマーチブラウンに、西野カナっていうのかな、彼女はね、努力家ですよ。あれだけ常に震えるほど体を酷使してトレーニングをしてるっていう。来季は開幕一軍だってありえますよ。ただね、彼女説明書読めとか言っとるでしょ。そんなもの相手選手が読んだらどうするんですか。打ち気満々の時に緩めのスライダーを投げられたら振るって、バレンティンの説明書に書いてあったらどうなりますか。そこは勝つです。ペンネーム大自然守るに、乳輪がでかいのに貧乳って走り込みが足らんのですよ。ペンネームイエロー軍曹ぬ、ぬいぐるみを抱きながらじゃないと寝られないのと言ってくる女ね。そんな女は公営団地の抽選に応募しても外れますよ。決めつけがひどいんだよ。決めつけに根拠がなくなってきちゃってっかんね。ペンネーム八五郎ぬ、ぬいぐるみのクマを抱えてね、コンビニのバイトのシフトを1時間以上も遅刻しておきながら、このコマタンがなかなか起きてくれなかったのをダメな子でちゅねーとか言い訳するような、ブーマーウェルズそっくりのアラフォー女なんかね、来るなり長ぐそかましてる間にクマをフライヤーにぶっ込んでやりゃいいんですよ。ハリさん、ハリさん、後で大変なことになりますから。タイムカードをして長ぐそぶっ込んで戻ってきたところに、フライヤーでクマタンがジャーってなってたら、いろいろ大変なことになりますから。ちょっとバイオレンスがひどい。ペンネームソフィーと双子の姉妹。ぬくみず陽一ね。あの人、ハゲとか抜けるのワードに対して、返しがね、しっかりしすぎててね、サンマコーチの怖い顔が毎回ダブるんですよ。きっとジミーちゃんと同じでね、飲み会や合コンで何度もサンマコーチに厳しく実践で仕込まれたんだろうけど、前にね、周りに突っ込む芸人さんのいないロケで、女優さんの無意識に発したワードに反応して、変な空気になっておりましたよ。勝つな。ペンネームトタケケね、ネロ、ネロはダメです。パトラッシュにばかり牛乳を運ばせて足腰の鍛錬を行うから開花コンクールで落選するんですよ。ちゃんと体を鍛えてればね、風車小屋が火事になっても疑われたりしないんですよ。勝つです、勝つ。ペンネーム、チンユーちゃんね。ネクロマンサーなんてね、狩猟魔術を行う
術師なんてろくなもんじゃないですよ。そんな魔術なんかやってないで、外で野球をしなさい。ペンネーム、マーチブラウンの、のぐそをしてる最中にスマホをいじってたら、たまたま品川博士の映画表を見つけたんですよ。最初は我慢して読んでたんですけどね、深作さんの作品がタランティーノに与えた日本的な良き伝統や影響を、今僕らが返してもらうっていう感覚ですね。のあたりでね、ゲロ吐いちゃいましたよ。勝つな。ラスト。ペンネームピストルチョコ。の、のぶツッコミをする大学生はね、みんな裏口入学に決まっとるんですよ。勝つな。もう癖が強いから始まり、なんとかじゃーみたいのも、今皆さんね、多用なさっててね、どうせ裏口入学なんでしょみんな。ね。じゃあ行きますか。まずはこちら。あっぱれ張本伊佐尾カルタ。ペンネーム習慣敵を作る。は、爆弾岩って言うんですか。ちょっとダメージ与えただけですぐ爆発する。我慢なさいよ。しかも仲間の爆弾岩も爆発。最近の若い輩は自分の意思もなく他人のやることに流されて勝つですよ。おかげでこっちは全滅なんですよ。勝つな勝つ。ドラクエもやってるという。ペンネームグドンなグドン。は、ハリウッドザコシショウはね、面白いんです。それはいいんですがね、ハリウッドザコシショウ面白いって言ってる女はほんとつまらんのです。いる？いる？ビーチ部にいる？千川のビーチ部にいるの？勝つだ、勝つ。ペンネームマーチブラウン。は、羽生結弦選手の演技の後ね、プーさん投げてるおばさんいるでしょ。全くもって投げ込みが足りておらんのですよ。ゆずくんのところまで、ゆずくんだって。ゆずくんのところまで届いてないでしょ。演技の前から、前の座席のおっさんの後頭部に思いっきりぶつけるとかして、しっかり肩を作っとく。肩作ってからマウンド立ちなさいよ。勝つな。ペンネームボールペン返して、は、ハイエースの運転席に疲れた感じの中年男が乗っておって、後ろの席にその男はおよそ不釣り合いな毛羽目の女が座って退屈そうにスマホなんかいじってますとね、これすぐにデリヘルの送迎車だって分かっちゃうんですよ。勝つな。ペンネームボールペン返して、は、バカな大学あたりのテニサー出身の癖して侍ジャパンの欠点をあげつらって野球つぶってる会社の上司ってのはね、日曜早朝のテレビで自分の専門分野でもないスポーツに対して根性論や印象論で偉そうに講釈を垂れてる野球解説者と同じなんですよ。勝つだ。ペンネームケイちゃん、は、ハズキルーペをね、ご自由にお試しくださいってね、歯医者の待合室にありますけどね、あれはかけてみろってことですか、ケツで踏んでいいってことですか、わからんのですよ。勝つな。でも確かにそうだよな、歯医者の待合室にあってお試し試してみてくださいって書いてあったら、やりたいのは座る方だよな、絶対。ペンネーム、仮面のブサイク、は、ハリさんにカツられるをどうしてやらないの？ NHK は。カツだよ。
めつけ系ねえかな。ペンネームゼリー大好き。は、花丸うどんで天かすを持ってる時に、早く変われよみたいな視線を向けてくる、小太りのスウェットの女ね。こんな奴はね、タッチバックでバージンを失ったに決まってんだ。勝つな、勝つなよ。森でな、森で。俺が立ちたけど、今の森でなは。森でなは今俺が立ちたけどね。ペンネームあの日知恵熱が出たんだ。は、ハンドベルを結婚式の余興で披露してる三人組の女ね。どうせ真ん中の我が強い女に強引に誘われて、両端はね、いやいやなんですよ。どんと決めつけてくるからね。これ読んじゃった、ハ行でこれ読んじゃったら終わりかもな。だってハリさんが決めつけてんだから。ペンネーム、風前の八つ橋。は、ハゼを LINE のアイコンにしてる女はうんこが長いに決まっとる。これダメだな。これはダメだな。これを読んじゃうと終わっちゃうから。ペンネーム、ボールペン返して。は、ハードオフのジャンク品コーナーにあるミニコンポから AM アンテナを外して万引きしたのが店員にバレて、重たいデコチャリを漕いで逃げる途中にアキレス腱を切ってしまう無職に限ってねえだって。限ってねえが限りすぎだよね。ツイッターで自分をフォローするときは挨拶をしろだとか、勝手にリツイートするなだとか、人一倍ルールにはうるさいもんなんですよ。勝つ勝つ、うん、ペンネーム謎解きポテト。は、バカリズムのことをね、マスノさんマスノさんと呼び続けて側近の人間をアピールする元アイドリングのメンバーね。詳しいなぁ。ハリスさん詳しいね。ファンすらも興味のないサラダの写真をインスタに上げてる暇があったら血まめできるぐらい素振りなさいよ。勝つな。ペンネーム形状記憶老人。日、日高屋の隣の席で恋愛上級者的な立ち振る舞いをする厚み清フェイスの女がね。ほら、私ってさ、男に尽くすタイプの人間じゃんって話していたんですがね、あの手の女は音がでかい上に臭い絵を濃くに決まっとるんですよ。バーブーバーブーっておならだから、こんだけ音が大きければ臭くねえだろうと思ったら強烈臭いっていう。ペンネーム七種のアデリーペンギン。ヒグマね、打率が悪すぎるんですよ。遡上してくる鮭なんてじっと構えて待ってれば必ず甘いコースに来るんです。ブンブン腕振って空振りばっかでもったいない。パワーはあるんだからね、鮭をしっかり見極めて引きつけて手出ちゃ確実に仕留めきれますよ。私が今現役のヒグマだったら4割は打ってますよ。勝つ、勝つだ。あの、全部の鮭に目いっちゃうから。ね。外角ギリギリからさらに外に曲がってく鮭を空振りしてる間に、甘い鮭がすごい来てるからね。ペンネーム、ウルトラマンキダ太郎。ひ。もう一行目欲しいわ。ひよこ豆のカレーを食べただけで簡単にインドに行った気分に浸れるような女だった。こういうやつがこのインド豆のひよこ豆のカレーを出してるインド料理店のレジ横にあるお香を買って帰るんだよ。それ俺のだよ。俺の偏見だよ。ひよこ豆のカレーを食べただけで簡単にインドに行った気分に浸れるような女は、ガンジス川の水を飲んでお腹を壊しなさいよ。勝つだよ、勝つ。詳しいな、ペンネーム、にえゆ500杯、ひ。PC エンジンの加藤ちゃん、ケンちゃんに勝つだよ。志村はね、スリップしすぎなんですよ。あれは太ももの筋肉が全然できてない証拠です。走り込まないと勝つです。
絶好。今日ボールペン返して、ツボ来てんな。深津絵里を憧れの女優にあげるような若手女優はね、なんか言ってるようで、何を言ってるのかわからない演技論を、乳酸菌の記事が多い女性誌のインタビューで披露するのが関の山なんですよ。なんか僕の中でのツボは乳酸菌の記事が多い女性誌っていうのはすごい好きなんです。なんかあんだろうね、健康法から何から全部乳酸菌なんだろうね。ペンネームソフィーと双子の姉妹、ブレスオブザワイルドやっとりますがね。リンクの頑張りゲージが短すぎるんですよ。リンクの頑張りゲージが短すぎるでしょ。なんでちょっと走ったり岩場を登っただけですぐに息切れしとるんですか。時のオカリナのリンクなんてずーっと走れましたよ。焚き火とかじゃなくて、ちゃんと春からキャンプをしなさい、キャンプを。ちゃんと体を作らなきゃダメだよ。カツカツ。さあ、この辺で皆さん決めつけが欲しいと思いますんで、ドラクエで言うとスライム、ベリーショートの女はね、ペット禁止のマンションに住んどるくせに自分の判断でハムスターはよしなんて言って、なんて言って勝手に飼って元彼の名前をつけてしつけと称してひどいことをしとるに決まっとるんですよ。勝つな勝つ。ペンネームスパニッシュフィーバー、法政大学の応援団が応援で使っているアルプス1万尺あるでしょう。あれ毎年チアの振り付けが変わるんですがね、私個人としては2016年の振り付けが一番可愛かったから、あのまま変えては欲しくなかったですね。ドラフト候補のうぐさくん知りませんよ。試合中はチア見てんですから勝つな。ペンネーム終電まんじ、ほろほろになるまで臭い味噌と生姜で煮込んだ牛もつを東京生まれの慶応大卒の女子アナが懐かしい味とか言いながら食べてましたよ。あれの良さはね、子供の頃に金玉を引っ張って遊んだこともないやつには分かるわけがない。勝つな。ラスト風前の八つ橋、ボンビーガールはね、冒頭のゲスト当てクイズが長すぎるんですよ。こっちは上級ガールを楽しみに見とるんだからね。ぶっちゃけクイズなんかどうだっていいですよ。勝つな勝つ。確かにね、あんまり興味持てないよね、でしかもさ、なんか衝撃団から今その割と個性派俳優になりましたみたい人のボンビー話はなるほどって思うんだけど、お前なんか取ってつけたようなやつだなっていうねやつもいますからね。さあ、それではいきます。まずはこちらから、あっぱれー張本勲カルタ。さあ、魔行ですね。ペンネーム地平をかけるブスを見た。マジックミラー号の、マジックミラー号の撮影場所を特定して、聖地巡礼したところで、孤独な大学生活の埋め合わせなんてできんのですよ。勝つだ、勝つ。ペンネームチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。マリッジブルーなんていうのはね、走り込みが足らんのですよ。オフにしっかり自主練して自信をつけておいたら不安になん、なんぞならんのです。もうマリッジブルーも走り込み、大体走り込みか素振りが足りてないですからね、ウェイトなんかでつけた筋肉はもうそんなものはダメですから。だからバット振る筋肉はバット振ってつけるっていう考え方ですからね。ペンネームイエロー軍曹、丸亀製麺の天ぷらコーナーでハムカツとちくわ天を大量に乗っけてる女はね、将来急に農業をやりたいと思い立って地方に移住しても
イノシシに畑を荒らされて金にならないまま戻ってくるに決まってるんです。なんだよそれ。勝つな。ペンネームボールペン返して、ま魔改造した総流アスカラングレーのフィギュアをネットオークションで落札してしこるなんてのはね。何の局面でコメントを求められたんだよ。魔改造した総流アスカラングレーのフィギュアをネットオークションで落札してしこるなんてね、今の若い人は楽をしすぎなんですよ。私らが若い頃はね、一枚のプラ板から初代バーチャファイターのデュラルみたいなカクカクのフィギュアを作ってね、無理やり想像で抜いたもんですよ。勝つな、勝つ。久々にバーチャファイターのデュラルって思い出したな。あのピカピカの人でしょ、なんかステンレスでできてそうな人でしょ、ね、最初のバーチャファイターとか今見ると笑っちゃうぐらいカクカクなんだけど、あれはすごいすごいことが起きてると思ったよね。ペンネームキャンディーウォーホール、マチュピチュ行きたい、マチュピチュ行きたいが口癖で、休日になるとホットヨガやら岩盤浴やらをやって、その後カフェでフラペチーノなんかをすすって生きてるような女はね、どうせ実際にはマチュピチュにも行かないし、エスニック雑貨のお店で買った悪趣味な置物を飾った部屋でお香でも炊きながら合コンで知り合った雪吊りの男とのセックスに人生を消費してね。辛口だよ。野球選手に言うよりも辛口だよ。気づいたら虚しさだけを残して老けていくに決まっとるんですよ。辛い辛い辛い。勝つな、勝つ。ねえ、あっぱれ張本勲カルト、釧路ダンディ、マギー真嗣ね、でっかくなっちゃっただなんてね、偽物使っちゃいけませんよ。耳立て伏せを毎日500回すれば自然と耳なんかね大きくなるんですから。勝つだ、勝つ。ペンネーム同じく釧路ダンディ、マック鈴木ね、もっと嫁さんをコントロールしないとダメですよ。小原雅子がもう自分はミラジョモビッチクラスでござい、ぐらいの目線から物を言うようになってるんですよ。こんなもの大勝つだ、大勝つ。ペンネームゼリー大好き、マチコンのフリータイムで白目向きながら墓を踊るような女とはね、いないっつうの。飲み友達以上の関係にはなれませんよ。マチコンのフリータイムで白目を向きながら墓を踊る女とはね、じゃねえ、いないんだから。ペンネームソフィーと双子の姉妹、マヤ文明なんてね、どうせ走り込みしないから滅びて、どうせ走り込みをしないから滅びたに決まっとるんですよ。走り込みしとけばね、走り込みしとけばダメなんですよ。あのいくらね、あのウェイトトレーニングのマシーンで足腰やってもね、それはもうあの体幹が鍛えられてないから、走り込みが足りないからね。え、あれちゃんと走り込んで未だにマヤ文明は続いてるわけですから。ペンネーム田中福郎、まあまあ可愛いし、写真が多少加工されていたとしてもこの子はありだなって女の子を風俗で指名したんですがね、なのにまさかの持田コシヒカリタイプ。ハリさん詳しいな、持田コシヒカリいけてんだ。そんなトラップありますか。顔から下がでかすぎるんですよ。スマタの感想が重たい、スマタの感想が重たいなんて言語道断ですよ。もっと走り込めな、最初に。もっと走り込んで痩せろ。勝つな、勝つ。
ペンネームチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。魔界村ね。主人公のアーサーが弱すぎるんですよ。ナイフとか槍とか使って何刀流か知りませんけどね。私が主人公ならバット一本でレッドアリーマーをぶちのめしてやりますよ。いやー詳しいなハリーさん。習慣敵を作る。ま、マクドナルドでハッピーセット頼んだんだがね、おもちゃ先によこしなさいよ。ポテトとバーガー待つ時間におもちゃで遊べば時間が潰せるでしょうが。勝つな。ペンネームチンポ向けなくていいから君に振り向いてほしい。ミラジョボビッチ君はね、いい足腰をしてますよ。けどね、そのバックを守るゾンビ君たちは何ですか。ダラダラ走ったり足を引きずったりして、もっと走り込みをして下半身強化しないと勝てませんよ。勝つな。形状記憶老人。もうハリさん何の評論家なのかもうわかんないからね。耳当ての部分がウサギの顔になってるタイプのヘッドホンをつけてる女なんてね。出ますよ、偏見出ますよ。耳当ての部分がウサギの顔になってるタイプのヘッドホンをつけてる女なんてね。駅の公衆便所のコンセントからスマホを充電する電気泥棒に決まっとるんです。ペンネーム汚い手でいじりました。道端アンジェリカの夫に勝つだ。魔行の読み札募集の週に逮捕されてるんじゃないよ。いじりづらくなるだろう。勝つだ勝つ。ペンネームケイちゃん。三つ編みメガネのガリベン処女の陰謀がこんなに整えてあるはずないだろう。まあそうですよね。ハリさん怒っちゃったんだね。こんなきちんとしてるわけないだろうっていう。こんな味のりみたいにピッってなってるわけないだろう。何の用意なんだお前はって。設定守れ設定っていう。ペンネームボールペン返して。無敵デビューした後で、グラドル時代の画像をググっても後の祭りなんですよ。ちゃんと売れない時代からソフマップの DVD 発売記念サイン会に参加して、水着姿を脳裏に刻んでから、寝耳に水の無敵デビューの流れじゃなきゃ、一人前の無敵ストになんかなれないんですよ。勝つだよ。ペンネームソフィーと双子の姉妹。目玉焼きを作るたびにキッチンタイマーをスターティーンなんて言って押す主婦はね、どうせ人妻風俗でもリンゴ型のタイマーをスターティーンつって押してるに違いないんですよ。勝つな。あーなんかスターティーンつってボタン押すやつイラッとすんな。今もう旬なんだろうね。今旬だろうね。スターティーンって言いそうだな。カラオケとか行ってスターティン言いそうだな。ペンネームホリホリキッズ。モンスターハンター今オンラインで繋いでギルドに参加してるんですけどね、 PS4 プロを使ってないプレイヤーのリロード時間が長すぎて話にならんのですよ。せっかくのオンラインなのに私だけが早くモンスターと戦わなきゃいけないなんてやってられるのですよ。463のダブルプレイと一緒ですよ。セカンドがベースに入るのが遅いと試合が壊れるんですよ。急に野球。ペンネームモナカ。もうキャリアウーマンネタを見る機会もなくなったっていうのにね、ブルゾンチエミをなんとなくいい女扱いしないといけない空気は何なんですか。本人も本人で、滝沢カレンの横でそれを甘んじて受け入れてるんじゃないよ。勝つな、勝つ。まさかの金田正一さんと知り合いなんだよね。だからなんかその、バイト先に金田正一さんが常連ですげえ優しい声かけてくれたからって言って、でなんか虫の知らせで朝、金田正一さんに電話したんだ、久しぶりに。
そしたら亡くなってるってことを知ったんですって書いてあって、なんか、そんなとこ繋がるっていう。ブルゾン千恵美と金田正一っていう。ちょっと腰抜けぐらい面白かったなぁ。ペンネームヒメルテア、も、木曜日深夜にやってるじっくり聞いたろ、じっくり聞いたろに出てるグラドル連中ね。ハリさん見てんだよなぁ。木曜深夜にやってるじっくり聞いたろに出てるグラドラ連中ね、冒頭で今日のメニューを読み上げるところ、グダグダじゃないの。そこ以外に大した見せ場もなく、カウンター付近でただ笑ってるだけなんだから、それぐらいの文章はスラスラ読めるようにスタジオ入り前からきっちりと練習しなさいよ。勝つだよ、勝つ。なんでこんなの見てんだろうな。ということで今日もいろんなジャンルに精通しているハリさん。